ラクワスです。今私は、ハイステーションブルックリンにいます。本日は7月4日ということで、独立記念のね記念日ということで花火が上がるということですので、今回はこちらをね見に行きたいと思います。それでは行きます。花火大会ということもあってすごい人ですね。やっと地下鉄からね地上に降りまし出ることができました。すごい人ですね。さすが花火大会、日本の花火大会と同様にね、やはりニューヨークに住んでいる人プラス観光の人がね一気に押し寄せる感じですね。花火大会まであと1時間ぐらいあるんですけど、やっぱりみんな早めに来てね。座る場所だったりね、確保しようっていう感じだと思います。私もね、ブルックリンブリッジパークに行ってね、花火をね、眺めたいと思います。いやー、それにしてもすごい人。いやー、ニューヨークの夕焼けが綺麗ですね。もうこれはあれなんですね、歩行者天国になってるんですね。なってんのかな、まあなってるでしょうね、きっとこんだけ大胆に車が止まってるってことは。音がでかい。でもかっこいいっすね。まあ、今回ねこれ独立記念日の花火大会ということでセキュリティチェックがねあると聞いてます。まあ、どのぐらい厳しいものかわからないですけども、やはりね人が集まるということなんでセキュリティチェックはね致し方ないのかなと思います。ですので、まあ、できるだけね来られる方は、身軽な格好でねゲイパレードや、そういう人が集まるようなパレードは確実に身軽な格好でセキュリティチェックがねあるのを見越して来られることをお勧めします。まあ仕方ないですよね。いやー、それにしてもめちゃくちゃ綺麗ですね、ニューヨークの夕暮れは。一応ねこれメイシーズが主催してる花火大会で、お手洗いの設備とかね一応あるそうなんですけど、まあこんだけの人がいますからね、お手洗いも長蛇の列だと思います。
どうやらね、ブルックリンブリッジパークに行くには迂回が必要みたいですね。直接行く道はね、おまわりさんがゲートを張って通れなくしてましたね。みんなこういう感じで、みんな一気にね、移動してます。私が今まで来たハロウィンパレード、あとゲイパレード、プライドパレードですね、こちらも見に来ましたけども、いや、ここまで人が集まるのは初めてかもしれないですね。こっちの方がはるかに人が多い気がしますね。上にはブルックリンブリッジがあります。残念ながらね、今日はね、この花火大会の影響もありまして、影響というか、まあそれだけなんですけど、ブルックリンブリッジは閉鎖されております。ちょっと残念ながらね、何時に花火大会自体は20分ぐらいで終わるんですけども、何時になったらブルックリンブリッジがね、閉鎖が終わるかはね、ちょっと分かんないですね。私も当初はブルックリンブリッジを歩いてこの花火大会に来ようと思ってたんですけども、やはり事前に調べたらね、ブルックリンブリッジは閉鎖ということでしたので、来る方は電車で来られることをお勧めします。それでやっと迂回してブルックリンブリッジパークに着きました。入れればいいんですけどね、ちょっとここで座って見てるっていうことは、もしかしたら入場規制がかかってるのかもしれないですね。どうやらもうブルックリンブリッジパークに入場規制しているみたいですね。運転手がこんな感じで仕切られて、時間でね、仕切られてるんだと思います。ここからね、見れると思うので、ちょっとここでね、待ちたいと思います。ブルックリンブリッジパークの前まで来ることができました。中のフェンスの中にはね、入れないっていうことなので、まあ、どうやらね、入れる方はすごい早い時間からね、来てる方だけとなっているようですね。今私の後ろはこんな感じですごい人になっております。ホテルね、2時間前に出て、まあ、これまでね、いい場所に来れたっていうのはまだいい方だと思います。あとね、5分ぐらいで花火大会が始まる予定です。
Thank you.
電車で帰りたいと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったら楽しかった方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。この花火大会は7月4日アメリカの独立記念日の日に合わせて行われる花火大会です。もしね、これからニューヨークに行こうという方は、もし都合がつくようであれば、7月4日、あと6月の30日にね、プライドパレードっていうゲイのパレードありますんで、そちらもね合わせて一緒に見られたらとてもいいんじゃないかなと思います。まあ、どっちかだけでもね、とてもアメリカらしいと言いますか、楽しめるイベントとなっておりますんで、よかったら来てみてください。ちょっとこの人の多さにね疲れましたけど、これからホテルに帰ります。それではまた。Thank you.